誰にね、三冠チャンピオンを守ってきたわけでもないですしね、やっぱりいざという時はやっぱり三沢は強いなっていうところを見せたいと思いますんで。俺は俺が勝つことを信じている。苦節10年ついに掴んだ三冠タイトル初挑戦、ジョニーエース。第17代三冠統一ヘビー級選手権者三沢光晴、今宵三冠史上最多8度目の防衛なるか。三冠戦待ったなし。正面からぶつかっていくのも一つのファイトですが、試合の流れを読んでいくのも一つのファイトです。さあ今度はエルボーから逆スイでジョニーエースの攻撃。三沢の肘鉄砲、あーっとフラフラ、ジョニーエース足に来たか。もう一発追い打ちがありました。テイクダウンします。今度は放送席前のエプロンサイド、ハードロープをまたぐ形で場外に追いやられました。ジョニーエース、現在三沢は3回目の三冠タイトル、ベルトを巻いています。最初に巻いた時、今から6、おっとクランチャーか。三沢エースの表情を見ています。チャンピオンの三沢、キックで空に叩き落として、さあ距離を取った、おっと踏みに寄っていきません。ここでエースが入ってくると、ゴロをもう一度エルボーで叩き落として、さあ今度は飛ぶか。チャンピオンが飛んでいきました。おっとエース迎え撃ったか。これはエースが迎え撃ちました。チャンピオン三沢のコペエルボーを読んでいました。わずかに差し上げたエースの足が三沢の首のあたりでしょうか。ちょっとチャンピオンの三沢、ここからではよくその表情を見ることはできませんが、このシリーズ序盤戦、三冠チャンピオン三沢包囲網、その急先鋒ジョニーエースの攻撃によって首にダメージを負った、そんな場面もありました。その三沢の首も心配ですが、先にリングに上がっているのはジョニーエースです。現在2度目の連続防衛7回を記録している三沢、今日この防衛に成功しますと三冠チャンピオンとして史上最多の8回目の防衛、自らの記録を更新するということになります。エプロンサイドでのエルボーから今度はブレインバスター体勢、三沢持ち上がりません。逆のおっと、チャンピオン三沢持ち上がりません。ここはしのぎ合いです。我慢のしどころ、三沢の肘鉄砲が勝ったか。おっそして場外に、おっと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 おっと、エルボーサイドエルボーの打ち合いになった。これはエースが何を持ってくるか。キックからエースクラッシャーなどがあるか。危ないが、おっと三沢のこの打ちつけられた角度がちょっと危険な角度でしたが、ね、何が来るか分かりませんしね、エースは期待おりましたから力は倍増しますよね。そうですね、エースがより下のレベルの場外に自分の体を落としていきましたので、そのままこうキャンバスに突き抜けるような感じで三沢の頭が当たりました。そしてこのエプロンサイドでのエースクラッシャーなどを浴びてしまうと本当に危ないところだが、エースクラッシャー、エースクラッシャー、危ない危ない、チャンピオンピンチ、エルボーで防ぎました。しかしエース、ここは詰め時、エースクラッシャーを持ってくるか。10分を経過している、このシリーズ序盤戦から痛めていた首、今日もう一発打ってしまうと自分でもどうなるかわからないといたと話していた三沢ですが、場外へのエースクラッシャーです。
これはチャンピオンの三沢としても十分警戒していたはずですが受けてしまいました。そうですね、どっちでもね、こうやって見てますからね、三沢の顔が下のマットには当たってないように思うんですよね。はい、そのあたりはあのエースの肩に当たっているのか、はい、そこのところちょっとよく分かりませんでしたね。まだ確かにこの三沢の表情を見てもその三沢の首へのダメージ、その状況はちょっと測りかねます。そうですね、まあ、首にはダメージは受けてますよね。はい、さあしかし完全にここはジョニーエース三沢の首に焦点を絞っていきます。焦点を絞っていることは事実なんですがね、はい、こうやって締めたまんまですからね、三沢もある意味じゃ確かに息苦しいことは息苦しいんですが、はい、これを横にひねられたりしてませんからね、三沢もこれで様子見れるんですよね。はい、確かに今エースのね、いや、右手が左手についているのもそんなにがっちりとは入ってませんからね。なるほど、確かに攻撃の焦点は絞っているけれどもその爪がどうかというところです。そうですね、この2人の対戦成績圧倒的三沢有利、エースは三沢に勝ったことはありません。96年のチャンピオンカーニバルでは時間切れ引き分けというのがありますが、それがエースの三沢に対する最高成績です。ただ去年の5月小橋と組んでゲット結成以来しくめたくながらコブラクラッチスープレックスで三沢から3カウントを奪ったことはあります。しかしそれはタッグ戦です。今日は三冠タイトル三冠戦、そのタイトル戦重みが違います。三冠チャンピオンとして普段の戦いとは違うところをジョニーエースにも見せてやることはできるはずと話していた三沢ですが、ダブルアームスープレックス、まずは2、さあそしてまたフロントのヘッドロックに入りました。このフロントのヘッドロックでの時間帯がある程度続いて、そして単発に大技、これを繰り出していく、そんな繰り返しの攻撃になっています。どうですね、このね大技がね何発か出るといいんですね、エースもね、さあそして今度はロープに手が届きました。ロープブレイクです。青のショートタイプが挑戦者ジョニーエース32歳、10年目での初挑戦。ちょっと三沢の体勢がかなり崩れた体勢になりました。首を振っています。さあチャンピオンの首のダメージはどうか。青コーナーサイド、挑戦者サイドです。今度はエルボー逆水平、ニーリフトから キック蹴り上げました。エルボーです。赤コーナーに振ってキック、これを捉えました。チャンピオン、おっとっと、レフロサイド、来た、来た、来た、カバーです。1つ、さあここに来てエースクラッシャーをもう一発打ちました。ジョニーエース青コーナーに振って帰ってくるところハイキック、そしておっと今度は三沢だ。三沢セカンドロープからミサイルキック、エースのその攻めがもう一つ突き抜けません。エルボーです。今度は三沢のエルボー、エルボー合戦ではチャンピオンの三沢に一日の長があります。そしてロープに振ってラリアットはかわしています。ジョニーエース、エルボーの打ち合いどうするか、おっとエースの攻撃がちょっと止まりました。今度はキック、あっと円錐切り。そうですね、エースもやっぱ疲れがもう来てますね。なるほど、カウントはおっと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 、エースエース、危ない、右手が20分経過です。今年最初の日本武道館での三冠戦、三沢史上最多
8回目の防衛達成がかかっています。ダイビングのエルボー。さあしかし20分経過ではありますが、10年目初挑戦、ブロッキーするにはまだ早い時間帯です。ジョニーエース、ミサがフェイスロックに行こうというところです。ああ、そして今度は後ろからのエルボー、フェイスロックに入った。去年の1月20日、小橋を倒す、はい、この三沢の腕が、はい、あのエースの鼻に当たってますからね、はい、非常にいいんですよ。なるほど、これは反則じゃありませんからね、喉を締めてるわけでもないし、呼吸ができませんからね、そして今度は腕を変えましたが、これもがっちりとその鼻のあたりに決まっています。エースがハードロープまで手を伸ばしますが、まだちょっと距離があります。足が届くか、手が届きました。現在2度目の連続7回防衛の記録を達成している三沢。エルボーの打ち合い、ハイキックはエース、ロープに飛んだチャンピオン。あっと捉えられた、チャンピオンのミサを場外へ突き落としたエースですが、しかしリング上のエースも疲れています。しかし馬場さん、初挑戦の三冠戦、エースも疲れている場合じゃないんですよね。そうですけどね、そういう経験がありませんからね、はい、まあ、30分引き分けたことは確かにあるんですよ。でそれは自分が30分で引き分けられるという、はい、ことが分かってますからね。今日の場合はやっぱりもう1時間ですから、はい、さあ今度はニュートラルコーナー、レビオの照明を手に受けて、ダイビングのラリアット、カバーに入りました。さあ初めての三冠戦、シングルプレイヤーとして史上最強の栄誉と称号を手に入れる重い重い試合です。少しずつその重さが体に浸透してくる、そんな時間帯になってきました。ギロチンホイップ、十分な高さがありません。ハイキック、青コーナーの手にしているチャンピオン、串刺し式のハイキックです。そして今度はエルボーからエースが何を持ってくるか、ネックブリーカー式の、おっとエースクラッシャー。さあカバー、2つ。この最近のエースのファイトについてチャンピオンのミサーは、以前と比べてデキフデキがなくなってきた、ムラがなくなってきた、そう話していました。おっ、キロチン式のエースクラッシャー。手持ちのカードは全て出します。そうです、それが三冠初挑戦、タイトル戦です。パワーボムは切り返しました。エース立った、ラリアットかわしている。そしてタイガースドライバーか、おっと持ち上がりません。さあがバックに回って、タイガースフレックスの体勢でした。ベタルコーナー、エルボーからセカンドロープ、おっとネックブリーカードロップ。です。さあカウントは1つ。エースへの声援が大きくなっています。初挑戦のエース、百戦錬磨、ミスタートリプルクラウン三沢が少しずつ優位に試合を進め始めました。それを知ってか観客がエースを後押しします。腰を落としました。ここでひときわエースへの声援が大きくなりました。そしてニュートラルコーナーで
雪崩式のキックから、さあ体勢整えました。雪崩式のバウンドしました。今もうエースチャンスなんですがね、はい、もう攻めることがないんでしょうか。あえて休んでるのか考えてるのかね、はい、まあ、それだけエースにとっては最後の切り札を出すのかもしれません。いや、しかしエースにはコブラクラッチスープレックスが残っています。さあその体勢に入りました。これで96年の秋には世界タッグのタイトルも取りました。ああ、しかし三沢もこれを心得ています。ハイキック、そしてコブラクラッチスープレックスの体勢、取るか取るか、一か八か、コブラクラッチスープレックスか、体勢整えた、そして青コーナーへ、コブラクラッチスープレックス、これはコーナーパットに当たったか。まあ馬場さん、これはエースとしては打つ場所もしっかり計算に入れて打っていったようなところがあります。計算に打ったにしてはね、ここは三沢を中に引っ張り込んで抑えに行かなきゃいけないですね、はい、さあエースにその放送席解説の馬場さんの意思が伝わるのかどうか。今三沢を中へ引き入れて攻め立てて、そしてカバーするときです。トニーエース、さあチャンピオンを中に持ってきた。あっとフォアボールの体勢ですが、三沢ここはうまい、キックも捉えた、エルボーだ、そしてロープに飛んで、そして今度は低空のドロップキックで場外に突き落としましたが、ここは早く三沢を上げるか、それとも場外で叩きのめして三沢を上げるか、どちらかにしてほしいジョニーエース。戻した戻した戻した、さあジョニーエースどうするどうする。この三冠戦、三冠史上初挑戦、初体感はもちろんありません。快挙達成なるか。スープレックスの体勢でした。そしてエスプラッシャーか、三沢が強引に前に出ていきます。バックを取った、ジャーマンだ、投げられたのはエース、ヒットだった、しかしエルボー打った、そしてタイガースープレックスホールド。ここで試合時間は30分を経過しました。
制限時間の半分を経過した。先に勝ったのはチャンピオン三沢だ。あれだけ首にダメージを負っていながら先に立ったのは三沢。チャンピオンの三沢、史上最多8回目の防衛、金字塔へ向けて立ち上がりました。そしてエルボム乱れ打ちからタイガードライバー一発目。おっと、そしてエメラルドスロージョンか、いやタイガードライバー2発目。さあこれはどうか、もう打ったか。流血のチャンピオン。しかし流れは一気にチャンピオンコーナーへ。三沢が飛ぶか、ダイビングボディープレス、カバーに入った。チャンスは流血はしていますが、試合の流れはチャンピオンに傾いてきました。初挑戦、初体感の壁は厚いのか。巨人エース10年目でのチャレンジ、突進を防ぎました。エース長いか、さらにキック。さあチャレンジャーどうする。チャレンジャーガッツと膝をついたチャンピオン、ランニングエースクラッシャー。ひたすら自分のフィニッシュにこだわります。ジョニーエース、ここでカバー。さあ快挙はなるか、いません。エースの苦しい、しかしチャンピオンもピンチ。エースチャンピオンを追い詰めました。先に立て立て立ってくれ。エースが立ちました。さあ拳を握った。三沢の首はかなりのダメージ、エルボーの打ち合い。しかし三冠王者の肘鉄砲、おっとエース、足に来ています。さあチャンピオン、ここを攻めていく。おっと迎撃、エースも踏ん張ります。チャレンジャーのエース、いやーこのエースコール、三沢コール、日本武道館愛欲しております。両者ほとんど同時に立ちました。ローリングしての肘鉄砲、カバーに入った。エース崩れてしまうのか。カウントは2。汗か涙か血の涙か。三沢ミスタートリプルクラウン、勝てば史上最多8回目の防衛、とどめを刺すか。エースのホームだ。しかし、さあカバー。カウントスリー。チャンピオン連続8回防衛、金字塔達成。打ち立てました。ミスタートリプルクラウン、面目躍如。強い、強すぎる男三沢ミッタル。自信の持つ防衛記録を8回に伸ばしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンスがあったらそこでも決めちゃおうと思ってます、はい、そして田上さん一言お願いします。まあ飛ばしていきますよ。
日の印象というのは。やっぱプロだな、全日は。王道だけあって。ケロさんは。そうですね、しっかりしてるレスリングがあるんで、はい、僕らもやりがあります。今日の試合への意気込みを。今日は勝ちますよ。最終戦で勝って弾みつけてドームに行こうと思ってますから、はい、なんとかストップしてね、はい、今日勝ってこれからもガッといけるように、はい、こちらが向かって左側が邪道、そして右側金髪ヘアが下道です。上下赤、そして向かい打ちます全日本プロレス、赤いショートタイツが滋賀健太郎、そして小川義成が31歳ベテランです。下がりました。滋賀が残ります。30分の一本勝負、邪道下道にとってこの日本武道館のファイトが東京ドームへとつながります。邪道下道は下道が先発、一方全日本プロレスからは滋賀健太郎が先発です。フライングメイヤーヘッドシダー、まず序盤戦は基本的なファイト、頭を落として、そして今度は腕を取りに行きましたが、今度は下道が体勢を変えました。上になります。もう一つヘッドシダーは滋賀、今年 5.1 全日東京ドーム大会開催が決定いたしました。そしてその東京ドーム大会には広く門戸が開放されはしました。しかし選ばれし者のみにジャイアント馬場は東京ドームのリングに上がることを許します。そのテストシリーズとして冬木軍プロモーションからこの邪道と下道がエントリーしてまいりました。今シーズンこの東京ドーム大会へ向けてのテストシリーズ、このシリーズでは9回目の登場になります。邪道と下道です。腕を取っていきました滋賀、過去8回のこのシリーズの戦いでは邪道下道コンビは3勝5敗という成績です。金髪の孫悟空ヘア、こちらが下道です。このシリーズ中2月20日に29歳になりました。足を取って今度は体勢上になります。フロントのヘッドロック、体勢を返しました滋賀。この全日本プロレスのマット過去8戦して開幕戦だけは緊張したけれども、それ以降は緊張はないと話していましたけどね。腕を取って投げて、そして今度は腕へのダメージ、滋賀健太郎。この小川義成、滋賀健太郎組とも2月25日埼玉の月大会で対戦しております。邪道と下道、この時には滋賀が最後は下道を仕留めました。スイング式の DDT でした。そして赤コーナー全日本プロレス側は小川にスイッチです。小川が下道を捉えました。試合前このシリーズ小川さんにキリキリ舞いさせられていると話していた下道です。昨日2月27日大和大会では小川金丸組と対戦しました。邪道下道、下道が一瞬の隙を突かれて小川に丸め込まれております。これまでこのシリーズ3勝5敗の邪道下道コンビ、しかしファイト以上にファンのハートは掴んでいる邪道下道です。さあ下道から邪道へ、下道よりも一回り体格の大きい邪道が入ってまいりました。小川の邪道、もっと邪道が勝ちました。ショルダータックル、大見えを切って、さあそして今度はフライングメイヤー、後ろからの今度はあらかじめに入りましたスリーパーホールド。今度は首四の字固め。この日本武道館大会、全日本プロレスの日本武道館大会に上がるのは初めてということになります。邪道と下道です。以前 UWF インターの試合では日本武道館大会に登場したことがあります。プロレスキャリアの中で2回目の日本武道館、ダムのコンビネーションショルダーです。そして下道が残りました。カバー、今度は2、あらかじめです。
背中に下道の外という文字をあしらっています。金髪の下道、東京武蔵村山市出身。おっと、志賀健太郎が足でのタッチで入ってこようとしましたが、これは認められません。さばくレフリーは山本義弘です。さあ邪道にスイッチしました。今度はどんな技か。おっと、2リフト、違いのスイッチ、小川。さあ志賀がエルボーから入ってきました。ロープに追い詰めて、手、さあどうする、ドロップキック、これは高さがあります。カバーに入った、2、邪道難なく跳ね上げました。フライングベア、今度は顎への攻撃。こちらが邪道です。下道と同じ29歳、同い年です。89年にプロレスデビューしました邪道下道。そのプロレスデビュー以来2人でコンビを組んでいます。もう10年近く一心同体でファイトをしてきたということになります、この2人。さあそして下道が入ってきた。コンビネーションならどの日本人コンビにも負けない。この全日本プロレスのシリーズでもそれだけは確信したと話しておりました。邪道と、そして下道、こちらが下道です。5分経過、ここまでは五分と五分の試合運び。2月25日の試合では試合のスイング式の DDT に下道が抑え込まれました。エルボードロップ、見事なコンビネーションです。さあそして邪道が、これは得意技の一つ、釣り天井に行こうというところです。見事に切られた日本武道館、大きな玉ねぎの下で釣り天井であります。ロベロスペシャル、非常にプロレスのファイト、また基本はしっかりしているこの邪道と下道、違和感はない、コンビネーションは素晴らしいとこの志賀健太郎も話していました。そのあたりでは全日本プロレスのレスラー陣の中でも合格点を得ているこの邪道と下道。 5.1 東京ドームへの道です。さあサイドバスターとエルボードロップの合体、これもコンビネーションバッチリです。ガツー、もうすでに10年近くコンビを組んでいる邪道と下道。さあそして今度はフルアームスープレックス、人間風車、違うを捉えました。小川のカットです。そして放送席前、下道が落ちてきた、小川も追ってくる。さあ下道と小川だ、結果に振られた。そして志賀も場外本部席前、すでにタッチを行っている小川へ。さあ小川リング上で下道を捉えた、スタンディングのスリーパーホールド。邪道にサポートを求めますが、これはあっと、これは金的金的、切り上げました。しかしスイング式の入ってきた、スワンダイブ式のドロップキックから志賀がバックドロップ、岩石落とし、江戸を捉えました。しかしちょっと小川、これは男子として大事なところをやられてしまいました。まさに江戸、その名の通りのファイト、金的でピンチを出しましたが、志賀が今度は待っています。ショルダースルー、カバーに入ります。まずは2、こういったところの小ずるいファイトも邪道下道の持ち味。ニュートラルコーナーから逆のコーナーへ。さあそして志賀突進、エルボーから、おっとまだ下道倒れません。前に崩れてきたところ、志賀から今度は小川へ。小川をいい目標にしている下道ですが、これはトップからのフットスタンプ。小川義成、180cm 90kg、31歳です。小川は1985年の秋デビュー。あーっと、これは金的、お返しお返し、満を持しての金的、盤石の体勢で玉を潰しに行きました。まさに玉を取りに行きました。そしてもう一度か、この辺りのラフサッポーでも負けていないのはこの前日では小川ですが、志賀も小川に習ってか、もう一発金的、これは志賀にしては珍しいファイトです。そして志賀から小川へ行っていきました。しかし取れませんけど、ここでテイクダウン、金髪の下道。
川と昨日です。前に連れました。リングの中央です。小川がロープに振った回転襟固め、カウントは1つ。しかし邪道へはつながりません。邪道下道コンビ、ここは全日本プロレスコンビ志賀と小川のペースです。キックが入ってきました。赤コーナーです。全日態度ちょっとこの時間帯は下道が捕まっています。ロープに振られて、おっとバックに回った。さあどうする、バックを取り返す志賀。おっとラリアットが待っていました。ここでスイッチ、邪道が入ってきた。ロープに飛んでラリアット、これはズバリと決まりました。さあ技の一つ一つがドームへとつながります。邪道下道、ラリアットかわした、バックを取った。さあどうする、取り返して邪道、ロープに飛んで志賀、キックが待っている。そしてこのまま垂直落下式のブレインバスターから速いクワ。さあ邪道を仕留めたか、カウント3、カウント3。邪道下道コンビ小川そして志賀を倒しました。髪の毛を短く切りました。この試合に向けての意気込みが感じられます。チャンピオンチームの左田上三河田、チームウィーデン、おー取られていった、オムライトは顔が伸びていった。そしてウィーデンスは抱え上げた、さらにリフトアップはいきなり抱え上げて、さあリングの中央高々と抱え上げました。ウィリアムス今ようやく試合開始の動きになりました。チャレンジャーチームのウィリアムス、そしてオムライト、トライアングルオーバーの2人が3日目にリングチームを攻め立てました。さあ試合が動いた。リングの中では川田、オムライト、そして高々と抜き抜いていったウィリアムス。さあリングの中では川田、そしてオブライト、勢いに乗るチャレンジャーチーム。さあ両手を掴んで流れていったスープレックス、しかし次の立ち上がった川田、場外では田植え、そしてウィリアムス、リングの中では川田、そしてオブライトになります。あとさあ場外で抱え上げた、危険な体勢、投げつけていきますウィリアムス。さあ目をリングの中に戻しましょう。リング中央は川田、そしてオブライト、チャレンジャーチームが積極果敢に攻めてまいりました。さあこれから川田がオブライトを投げようかというところですが、あっとすぐさまこの川田の左の膝の裏のあたりに一撃を加えてまいりました。放送の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、今シリーズのウィリアムス・オブライトはそれまでのシリーズは全く違う勢いがありますね。そうですね、あの勢いはあるんですがね、あのやっぱりこの2人自分たちの力を過信しすぎてね、あのチームワークというのはあんまりないんですよね。あ、なるほど、確かに一人一人の力はすごいですよね。そうですね、今シリーズに入ってから川田がこのシングルマッチでオブライトにフルネルソンスープレックスで沈められました。そしてタッグマッチでは田植えがウィリアムスに負けています。そういった面では状況は 100% チャンピオンチーム不利という今日の最終大一番の世界タッグ選手権試合です。リングの中ではオブライトが川田の膝を攻め立てています。さあ口を大きく開けてなんとかこの技をこらえようという川田、ロープまではまだ若干の距離が残っています。チャンピオンチームの川田、そして田植えにとっては今日が初防衛戦になります。1月25日の横浜大会で小橋エース組を破りまして第35代の世界タッグチャンピオンとなりました。あっと膝のあたりに低空ドロップキック、トライアングルを作りますオブライト。しかし場内の反応はどうしてもチャンピオンサイドに傾いています。選手コールの行われる前に突っかかっていきましたチャレンジャーチームのウィリアムス、そしてコーナーに控えるオブライト、真っ黒に精悍に日焼けしていますスティーブ・ウィリアムスです。試合前に突っかかっていったこともありまして大荒れが予想された今回の世界タッグですが、今試合はようやく落ち着いてまいりました。タックルに行きましたウィリアムス、さあ馬乗りになって顔面パンチを振り下ろしていきます。試合前に話を聞きますと、田植えがこのパートナーの川田、この川田が今日の試合を決めてくれることを信じていると語っております。バックになった、バックになった、膝を抱えていきますインクラッシャー。さあ
足を掴んでボストンクラブ逆肩襟固めの体勢に入りましたウィリアムスです。そしてご覧の田植え場外で先ほどウィリアムスに鉄柱攻撃そしてボディスラムを切ってまだ満足に立ち上がることができません。顔面を踏みつけてのハーフボストンクラブです。チャレンジャーチームのスティーブ・ウィリアムス188cm の 123kg 一方パートナーのオブライトが 191cm 160kg です。立ち上がりは劣勢に立たされていますチャンピオンチームの川田そして田植です。まだ田植はリングの中で試合を行っていません。試合開始からずっとこの川田が捕まる格好になりました。チャレンジャーのウィリアムス・オブライトは去年の10月4日名古屋大会で小橋エース組に敗れて以来の世界タッグへの挑戦ということになります。およそ5ヶ月ぶりの世界タッグへの挑戦です。ウィリアムスが徹底してこの川野の左の膝この膝を砕きにかかっています。前回このウィリアムス・オブライトベルトを奪ったはいいんですが防衛回数はわずか1回でした。そういった意味でもなんとかこのベルトを取って全日マットでの立場を引き出したいところ。さあステップオーバートーホールドウィズヘイスロック STF に入っていますオブライトです。たまらず田植えが勝ったようやく田植えが戻ってまいりました。しかしショルダータックルでウィリアムスが勝ち出した。どうしてもチャンピオンサイドはコリック無縁四面楚歌の状態になってしまいます。さあリングの中ウィリアムスが羽交い締めだ抱え合って落としていった喉輪の両領で落としていった田植えのパットが間に合いました。一方のチャンピオンチームの川田田植え組このコンビではすでに5回目のベルト体感ということになります。あっとちょっと川田の視線が泳いでいる危ないぞウィリアムスを振ってラリアットそのままスリーパーホールドに入りますが赤コーナーおっとコーナーマットにウィリアムスさあ田植え登場田植えがウィリアムスをロープに飛ばしてハイキック助走がついた確実に顎を捉えていきます田植えのハイキック田植えはこの右足一本で両者を引き離してまいります。さあ掴んだラリアット左腕あこの辺りの田植えの動きというものが非常によく出ていますヘイティカウントアップです。1月25日の横浜大会で小橋エース組を破ったのはこの田植えのコーナートップからのダイビングハイキックでした。その右足の威力は定評があります。ラリアット立ち上げたここ一番では必ず力をそして結果を出してくる田植えバックルバットウィリアムス意地を当てます。おっと田植えの肘鉄砲がウィリアムスの鼻っ柱を捉えました。田植えが自らロープに飛んであっと止まったこれは嫌な予感田植えの巨体がマットに打ち付けられます。トライチャンピオンチームもなかなかその自分たちのリズムをつかむことができません。やはりそのタッグチームのキャリアという面ではなんといっても川田そして田植え組その信頼関係というものはかなりありますからね。もうそうですね。川田田植えがなんとかその相手チームを分断しようというところなんですがその流れを断ち切られています。あとフロントサイドロープを挟んでのスリーパーホールドです。トップロープ越しにウィリアムスが全体重を浴びせかけてスリーパーホールド。おっとそのまま引っこ抜いたリングの中央まで引き戻しましたウィリアムス。思わずこの田植えの舌が出ています。この川田田植え組対ウィリアムスオブライト組という試合は過去唯一1回だけ直接対決があります。去年の最強タッグ11月20日の神戸大会その時にはわずか10分54秒オブライトが川田をフルネルソンスープレックスで破っています。ウィリアムスそしてオブライト今シリーズもその勝ち名乗りを受けるごとに
あのトライアングルを作りまして、そしてベルトを任せろというジェスチャーを行っています。それだけこのウィリアムソブライトは世界タッグのチャンピオンというものに対するこだわりが強くあります。ウィリアムソブライトとしますと、なんとかこのタウエファードの連携を崩したいところですね。そうですけどもね、このウィリアムスもオブライトも、本当に強いんですよ。強いんだけども全くレスリングが下手なんですね。そういう点でね、やっぱりレスリングのできるこの2人がね、なんだろうな、僕らから見たらね、はい、もう分があるように見えるこういうもう力っていうのはすごいんですかね。なんか技を組むときのそのウィリアムスもオブライトもなんブサイクでね、ぎこちないもんですからね、よく効いてしまうんですよ。なるほど。でこれ今川田こうやってラリアット受けましたけど、はい、倒れるときのあのうまさですね、受け身ですね、これがね、まあ他の人にはわからないんですよね。あまりにも上手に倒れますからね。さあ、組んだ、投げていった、オブライト。もう一回、強引に投げていきます、オブライト。川田はこのオブライトのスープレックスを気をつけなければいけません。両足を抱え込まれた川田。膝を当てて、さあ、ダブルアームスープレックス。殺人風車が人間風車を見せました。今シリーズの川田はこのオブライトにいいように投げられています。さあ、バックに回るんだ。わーっと、ジャーマン、おっと、そのままもう一回来るか、もう一回来るか。バランスタウエアカットに入ります。おっと、浴びせ切りを見せました川田。さあ、タウエアが掴んだ。ゴゴは、ゴゴは落とし、さあ、ウィリアムソブライトが分断された。チャンピオンチームが優勢です。場外ではタウエア、そしてウィリアム、ポジションがいい。リングの中央、がっちりのストレッチプロの体勢に入りました川田。あっと、しかし場外ではウィリアムスが息を吹き返して、リングをぐるっと一周回って川田の背後に忍び寄ってまいりました。リアットを振り下ろしますウィリアムス。さあ、しかしさ、タウがウィリアムスをノーラ。おい、淀間日本武道館の天井まで響きました。ハイキック、思わずのけぞったオブライト。あ、タウエが取った、タウエが取った。そして日本中ではカワダハイキック、チャンピオンハイキック。オブライト第4次カバーに入った。カワダチャンピオンチーム初のオーエンに成功。タウエが場外飛んでいる間にリングの中ではカワダジャンピングハイキック2連発。1月25日に奪った世界タッグのベルト、見事初防衛に成功しました川田タウエ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ね、組んでいただいたというのはもう本当にすごく光栄だと思ってます。はい、で対戦相手の小林選手、秋山選手、とても素晴らしい選手なんで、まあ、とにかく、初めてなんで、まあ、とにかくガンガン、思い切りぶつかっていって、柿原という選手がいるんだなということを体に刻み込みたいですね。はい、ただもうお互いにプロレスラーであって、そのプライドをぶつけるだけだと、はい、思ってます。日本総合のタッグマッチ、おっとかわしました泉田、形勢逆転、大森が入る。
さあエルボーを落とす、キックロープに振ります。さあ大森ドロップキック頬に入りました。そしてダンカンはリングの下にもんどり打って落ちました。さあその泉田鉄柵へ振ります。ガツンという大きな音、おっと鉄柵にもたれかけるようになりました、ボビーダンカンジュニア。ここはフェアプレー、リングへと戻します。待っているのは大森高尾、歯を食いしばる。そしてニュートラルコーナーへ叩きつける。反対側のコーナーへ大森が振られた。ハイキック、さあセカンドロープからハンセンをキック。さあここでダイビングニードロップ、カウントは2、カウント2であります。5分を経過しています。大森とハンセンが分かれて対戦しています。大森泉田対ハンセンボビーダンカンジュニア組、このグラウンドの攻防が続いています。今年の新春ジャイアントシリーズでは同期入門秋山純と組んでアスナロ育成タッグリーグ優勝を果たしています大森高尾。しかしその一方で1月9日鹿児島ではアジアタッグ王座から転落しました。それにしても12連覇という素晴らしい記録を打ち立てた大森高尾。さあダブルの合体技を見せる、ダブルのブレンバスター。ここで泉田のヘッドバット、胸へドスンと落ちていました。カウント2、石頭ヘッドバッターズでおなじみのこの泉田潤、胸元へとドスンと一発落としていった。さあ SDF に行く、ここでハンセン何気ないキックなんですが味があります。スタンハンセンカットに入りました。試合の権利は大森に移っています。大森とボビーダンカンジュニア。このボビーダンカンジュニア、お父さんはもちろん人間戦車と呼ばれたあのボビーダンカンであります。同じニックネームを受け継いでこのマットに上がっている。さあタックルをかわす、おっと大森コーナーに直撃、そのままリングの下に落ちました。これは危険だ、左の肩を打っている。その打ったところをハンセン鉄柵で絞っていく、あっとハンマー落とす。これはハンセン、そして大森ピンチ、コーナーへレフェリーの西永にアピールをしています。あ大森これは動けません、泉田が救いに行きます。さあハンセンはその様子を見ていますが、ボビーダンカンがリング下に降りました。そして大森の方に向かっている、これは危険だ。さあ大森引く、泉田に突っかかる、ここからあこれはリングに戻します。待っているのはハンセン、なんという音。さあ腕を取る、苦しむ大森アピールをします、腕をねじる。この大森の口元、半年ほど前から口ひげを生やしております。ひげを生やしたのは何かのきっかけをつかむため、生やし始めた当時こういう風に語っていた大森高尾。しかし今日はレスリングを教えてもらった、ある意味教えてもらったスタンハンセン先生への恩返しをしなければいけません。このエキサイトシリーズ、東京ドームへ向けたオーディションシリーズになっています。この武道館には池田、そして邪道下道、高山、柿原と参戦をしております。しかしこの武道館という大きな玉ねぎから東京ドームビッグエッグへ向かうためには、ここで何かつかまなければいけません。さあぐりぐりねじっていくボビーダンカンジュニア、大森がなんとかロープの方、その前に立ち上がった。もう一度グラウンドの攻防、痛めた左の肩を集中的に痛めつけていきます。さあ泉田が入る、喉をついていきます。なんとか大森急場をしのぎました。しかし試合の権利はスタンハンセンに移っています。さあ両方に張っていくパンチ、
そしてハンセンがボビー・ダンカンにアシストを頼んだ。そしてレフェリーに何かアピールしています。腕を取る切りにこの大森非常に苦しい。中指のあたりぐっと折り曲げています。さあ泉はカットに入るヘッドバット、ハンセン倒れません。逆には起き上がれ。そしてハンセンの怒りの炎を燃えさせてしまったか。10分経過している。さあここからハンセンボビー・ダンカンジュニアにタッチをします。ハンマーを落としてロープへ振ります。さあボビー・ダンカンジュニア、あっとまともにいくネックブリーカードロップ。そしてローリングタッチ、泉田が中に入ります。ラリアット、さらにヘッドバット、ヘッドドロップ、カバーに入る。カウントは2。4人とも黒いショートタイツをまとっています。30分一本勝負のショックマッチ、ドラゴンスクリューが星雲流泉田から出ました。そしてコーナーへ。さあ泉田ハイキックかかとが入ります。さらにボディスラム、泉田の視線はトップロープへ。そして泉田がおっとムーンサルトはかわされた。自爆しました泉田潤。いやー泉田がこういった技を出すとは。さあスモタックルからランニングネックブリーカードロップ、カバーに入る。ハンセン来ない、カバーをかわしましたボビー・ダンカンジュニア。泉田がいきなり強化を上げたようであります。場内もがぜんざわめいてまいりました。ロープに振られた泉田、ハンセンが後ろからハンマーフロントスープレックス、カウンター2。コーナーのハンセンも疲れ気味。リング中央はボビー・ダンカンジュニア、その金髪が口に入っています。ハンセンの2位へ石頭が当たっていますが、ハンセンの膝は痛くないようであります。さあスリーパーヤビーゴーという声が聞こえたが、大森ローニング、あーっとバックドロップ、泉田さあ川に入るところチョップ、手先にチョップ、ハンセンのタックル痛めつけていく。さあその間にカバーに入っている、リング中央カウント2、カウント奪えません泉田。デビュー7年目を迎えるこのシーズン、泉田ハンセンが再び勝った。吠える吠える。さあ足を取る、やった泉田がまずマットに沈んだ。カバーに入るダンカンジュニア、カウント3、燃料補給十分の不沈感、今宵下限の対抗を炸裂いたしました。今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、先陣を切ったのは秋原、そして秋山キックブロック、ブロックキック、まず打っていったのは滝原だ。全日本初登場滝原、元世界タッグ王者の秋山純に見事にドロップキック初弾を奪っております。打撃系を中心とした純粋なユースタイル、これが滝原だと、そういうファイトをお見せしますと試合前に話しておりました滝原。あっとさあ秋山が馬乗り、肩がつくか、いやつかない、馬乗りです。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、滝原全日本マット初登場ですが、いかがでしょう立ち上がり、動きをご覧になって。そうですね、動きはいいですね。その秋山のやっぱり、彼らのやり方が分かりませんからね、ちょっと戸惑ってますけども、まだ動き出方を見ているといった感じですか。そうですね、まあそれは滝原もそうでしょうけどもね。足を取りに行く、飛ばす、スタンディングです。逆に足を取りに行きました秋山純、サイドネットロックグラウンド、
東京ドームに向けまして、この高山垣原コンビが友軍団が名乗りを上げました。初登場の舞台がこの日本武道館大会です。垣原正人、180センチ93キロです。1972年の4月29日愛媛県新居浜市出身、25歳。さあバックを取った秋山純、もっとその秋山の手首を捉えている垣原、グラウンドです。バックを取る。中学時代はこの垣原、陸上部で 100m の選手だったという経歴を持っております。高跳びのマットでプロレスごっこができるから陸上をやっていたんですと苦笑いしながら話しておりました垣原。さあキック、頭をつきます。さあ足を取りに行った。さあ秋山純、この秋山純もグラウンド技には非常に高い定評があります。さあ秋山の足を取りに行っている、ブレイクします。距離を取りました垣原、距離を取った。キック、馬場さん、この垣原のキックですが今のところ非常に有効ではないですか。いや、まあ、いいですけどね、まだやっぱり疲れてきていませんからね、はい、さあ倒した、さあダウンダウンダウン、倒してからどうするかなんですよ問題はね。さあ秋山順からダウンを奪った、キックでダウンを奪った垣原、足を取りに行く。おー、しかしダウンした秋山順ですが表情はそれほど変わっておりません。今シリーズこの秋山順、広島大会で行われましたタッグマッチ、今日のタッグパートナーであります小橋健太から初フォールを奪っております。これで四天王からは先のシリーズの最終大阪大会で三冠王座をかけて戦いました三沢ミスタル以外3人からインフォールを奪ったということになります。全日本プロレスのヤングリーダーであります秋山純、この全日本初参戦の垣原に王道の厳しさそして切なさを教え込んでいかなければなりません。アキレス腱をがっちりと固めております秋山純。さあスタンディングです。さあ垣原、逆に秋山純のアキレス腱を固めていく。さあ監督外れております。秋山の上半身にもうっすらと汗がにじんでまいりました。さあここで小橋健太とそして高山義博であります、去年の9月6日この小橋健太と高山、去年の9月に一度対戦したことがあります。それ以来2度目の今日が対戦ということになります。押し込んでいったのは元三冠統一ヘビー級チャンピオンの小橋健太です。さあ逆水平だ。さあ高山、前回10月に川田俊明と行ったシングルマッチから10キロ体重が落ちたと話しておりました高山であります。さあバックドアついた、ジャーマン腕ひしぎに入ろうというところ、入った、すかさず秋山純がタットインいたします。ストンピング連発。さあ馬場さん、はい、去年10月に川田とのシングルマッチ、この高山は戦っておりますが、その時と比べてどうですか、体の方も体重も落ちて絞れていると思います。そうですね、絞れてきたら、あの動きが良くなりますからね。見える人、こういった一つ一つ一つの技に非常に重みがあります高山。ハイキック、小橋も受ける、逆水平、おっと小橋の下半身が揺らいだ、ダウン、小橋ダウン。エルボー、エルボー、エルボーだ。さあ秋山純
あーそう、どうした秋山だ。あっとカウンターで入ったか。高山の膝が完全に秋山純の顎を捉えておりました。さあ秋山純、元世界タッグ王者、うつ伏せであります高山義弘。去年の10月以来4ヶ月ぶりの全日本参戦でありますが、飛ばしてみたしまして、おっと堂々の試合運び。さあキャメルクラッチ、スリーパーで捉えております。ロープに逃げました小橋健太。去年の8月の26日でした、後楽園ホール。小橋健太とこの高山は対戦しておりました。あと秋原のキック、ストンピング、そして去年の9月6日、高山組と川田組のシックスメンタックマッチをこの秋原正人はこの日本武道館で視察をしておりました。さあ飛ばし逆水平、またもや小橋がダウン、ダウン。これはどうした、全日本の王道の土手っ腹に穴が開くか。さあ、あのね、はい、こう蹴られて倒れたり、パンチを食らって倒れることがね、はい、あの一見弱く見えるんですがね、その倒れた方がね、はい、あの痛くないんですよ。じゃあ今小橋はだから、彼らの蹴りを自分の受け身でカバーしてるわけですね。かえってあの蹴りを、あの小橋のチョップをこらえてる竹原の方が痛いと、はい、逆にダメージは竹原の方に。そうですね、でこういうとこはね非常に面白いところなんですよね。なるほど、サードロープに逃れております小橋健太。さあ柿原、全日本プロレス初参戦、キックでそしてストンピングでこの小橋を攻め続けておりますが、逆にその攻撃、例えばこうやってあの蹴りをじっとこらえてたらね、はい、まあ、僕らはメリケンって言うんですが、メリケン、筋肉をこう蹴られたりね、そうすると肉離れの症状が出るわけですね、はい。さあ小橋健太、この馬場さんの言葉通りですと、まあ、この辺りから反撃に一気加勢に攻め始めるんでしょうか。さあブレインバスターの体勢だ小橋健太。あと逆に脇を固めていきました柿原。赤コーナーから試合時間10分を経過しております。タッグマッチ60分の一本勝負、小橋健太秋山純の全日本コンビに高山義弘、そして秋原正人のニュースタイルコンビ U 軍団、東京ドームへのチケットをかけてこの柿原全日本プロレス初参戦であります。さあ高山が試合の権利を受けました。エルボーを落としていく、エルボーを落としていく背中です、エルボードロップ。さあ高山、元カンカン王者を挑発します。キックだ、滞空時間が長いぞ、高山の頭に血が昇った。さあそして秋山、先ほどのニーリフトのお返し、秋山純先ほどは数十秒間うつ伏せ
全く動くことができなくなってしまいました。エルボー連打、ジャンピングのオープンキャッチ、キャッチ、おーよく見ておりました高山。さあフロントのスープレックス、張っていきます。いいタッチワークです、高山柿原コンビ。キックを打っていく、キックをキャッチした、張っていく、エルボーだ、エルボーだ、柿原ダウン。裏投げ、秋山パーサー。いや、馬場さん、今の切り返しいかがですか、竹原。いや、いいですね、非常にこういうスピードはありますからね。よく見ておりました柿原、あードラゴンスクリア、柿原これで動きがピタッと止まった。さあバックを取って小橋、小橋、小橋、いやー一瞬の切り返しで小橋健太の左の足を捉えました。完全無欠のユースタイルであります柿原。キック、カウンターで入った。さあ、ここだ、バックドロップ。さあ、行った。行った、行った。オブライトを締め落とした。小橋健太の殺人スリーパー。高山です。高山のカットです。さあ、その高山には、秋山が行った。秋山が行った。試合が権利があるのは、小橋健太と秋原雅人。腕を取ります、ブロックストップ、ラリアット、さあトラップ、盤石のウエスタンラリアット、ラリアット炸裂、飛ばしてた三沢ミクハルをマットに沈めた渾身のラリアット。全日本プロレス登場の柿原に王道の切なさをとっくりと教え込んでいきました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。東京ドーム大会の対戦カードがついに決定。あらゆる検討の結果、あのレスラーもいよいよ全日本のリングに上がることになりました。全日本プロレス25周年を記念して行われる 5.1 東京ドーム大会、その対戦カードがついに決定しました。メインイベントは三冠ヘビー級選手権試合、三沢光晴対川田俊明。今回は特別に時間無制限一本勝負で行われます。まあこれが全日本でやってきたものだよな、なよっていうのを見せたい部分はやっぱりありますよね、人に。これがあの全日本プロレスの東京ドームだっていうのをアピールできるような試合をしたいと思います。そして小橋健太はタッグで全日本のリング初登場、あのベイダーと激突。秋山純は長谷博士と初めてのシングル対決。その他、早草、新崎人生、高山義弘、柿原、そして
ザ・グラジエーターなど他団体のレスラーも続々登場。 5.1 東京ドームは何かが起こります。おっと、泉田が突っかけました。チャンピオンカーニバル、これが初めての戦いになります。泉田潤、今ここでゴング、30分の一本勝負です。去年のチャンピオン川田を相手に初戦の泉田潤、ゴング前に突っかけました。さあ、そのゴング前に突っかけた泉田に対してディフェンディングチャンピオンの川田、まず蹴りを持っていきます。おっと、足を掴んだ、ドラゴンスクリュー。序盤戦まず川田の蹴りを封じていきます。もう一発か、今度は頭突きから何を持ってくる。顔面キックは川田、もう一発、泉田倒れません。ロープに飛んだ、今度は泉田のキック、川田が場外へ。さあ泉田、2年越しのチャンピオンカーニバル正式参加。今度は隕石、頭突きの自由落下であります。さらに川田をあっと振り返されました。鉄柵です。おお、返す刀でラリアット、飛ばします泉田。そして川田をリングに戻しました。今度は青コーナーのトップからです。泉田潤、チャンピオンカーニバルの初戦、あーっとウルトラタイガードロップ、カバーに入りました。リングの中央、カウントは2です。なおも泉田の攻撃、ヘッドバットかわされました。さあ泉田潤、去年のチャンピオン相手にチャンピオンカーニバルの初戦ですが、ここで一つ戦いが落ち着くかどうか。序盤戦は泉田のラッシュでした。ドラゴンスクリュー2発目、もう一発か、今度は頭突き、そしてピースラムから赤コーナー登ってトップコーナーからムーンサルトプレス自爆です。カバーに入りました。カウントは2。さて解説の馬場さん、泉田2年越しのチャンピオンカーニバル正式参戦なんですが、去年のチャンピオン川田を相手に、いやなかなか足をかけてきましたね。まあ、考えてますよね、はい、今度はモンゴリアンチョップ、ずっと地獄突き、エルボーからおーネックブリーカードロップ、カバーに入りました。いや2年越しのこの鬱憤を晴らすかのようなリングじゃないですか、馬場さん。ですからね、やっぱり泉田もやれることは全部やらなきゃいけないですね、自分、はい、の技をね。泉田潤カバーに入りました。1年前チャンピオンカーニバルエントリーはしておりましたが、この開幕戦でタッグマッチで左足首を骨折してエントリーはしていたものの正式参戦果たせませんでした。2年越しの実現、今日は初戦で川田を相手に戦います。ラリアット危ない、カウント3入ってしまうか、返しました泉田。さあしかし川田もディフェンディングチャンピオンとして意地があります。浴びせ蹴り、花っ柱をへし折ったか、さあどうか、アウト2。5月1日の東京ドームではミサート三冠戦の川田、今度は顔面蹴り、2連覇達成でドームに弾みをつけて臨みたい初戦は白星スタート。最後はきっちり締めました川田俊明。どうしてエースとのシングル対決ということになりますと、小橋はどうでしょう、7、8年前に負けたくらいですかねというふうに語っております。それだけ現在の立場で見ますと小橋の方が圧倒的に優位に立っておりました。ゲットのそのユニットの中でも小橋がチームリーダー、それに従うエースという構図が出来上がっておりますが、このシングルマッチ公式戦を見る限り全くその構図は当てはまりません。積極果敢に続けるエース、ね、エースのねまだやっぱりもう一つというところはね、
こうやって足を攻めていながらチョップに行ったり、足を攻めたり、こうやってね、これはね、足を攻めていかなきゃいけないです。この今の攻撃を続けていけないですね。はいはいはい。この辺りは非常に攻めていかなければいけません。ジョニーエースにとってもシングルプレイヤーとしての勲章が一つ欲しいところ。チームメイトの小橋健太とはいえ、この公式戦に関しましては情けが入ってはいけません。積極果敢に足首の辺りを攻めていくエース、それをチョップで返そうという小橋ですが、おっと上から張っていく、上から張っていく、ちょっとこのマットの上で天を仰ぐような仕草を見せました小橋。足首を捉えられて捕まっている時間が長くなっている小橋。コーナーを背にしているエースですが、ここはなんとかすぐさま攻めていきたいところ。小橋左の膝、足首のあたりにはかなりのダメージが蹄されています。手下げりショップを打っていた小橋、しかし攻めに入ろうというその小橋の足取りは非常に重くなっています。ロキック、さあエースはここからです。おっとショルダータックルを見せましたエース。全13選手が参加していますこのチャンピオンカーニバル。この開幕戦で小橋が仮にエースに勝ったとしましても、この足へのダメージというものが非常に心配されます。すでに勝負タイムは15分を経過しています。30分1本勝負の公式戦です。あらゆる勝ちが2点、引き分けは1点、負けは0点です。19日間にわたりますリーグ戦を行いまして、4月18日の日本武道館で得点上位2人による優勝決定戦が行われます。今日開幕いたしましたチャンピオンカーニバル、小橋健太、優勝を狙う、初優勝を狙う小橋の最初の相手はジョニーエース。そして三冠挑戦で一皮むけましたジョニーエース、チームリーダー、チームメイト小橋健太を相手に、ここまでは痛めている足を攻め続け優位に立っています。ハイキック、顎の当たり、あーテレックブリックを返していったエース、カバーに入ってツーカウント。さあ試合が動き始めました。小橋は立つのも満足にいきません。立ってバランスを取ることもままならない小橋。そして赤コーナーのトップにはエース、手下げりチョップ、さあセカンドロープに足をかけた小橋、なだれ式で持っていくか。この辺りはエースもカット、しかし小橋、さあエルボーチョップ、エルボーで抱え上げていくのか。ブレバスはなだれ式、現在のスタミナの残り具合あるいはダメージという面では圧倒的にエースが現在優位に立っています。小橋は左の足首、膝へのダメージが非常に心配されます。エルボー、エルボーには手下げり、膝をつきましたエースです。さあニュートラルコーナーに振った小橋、ジャンピングに、しかしどうでしょう、やはり足のダメージが残ってかステップがちょっと物足りないものがありました。去年から結成されました新ユニットゲットのチームのメンバー同士の対決になっています。ギロチンを落としていった、スタンディングでのギロチンです。さあ試合の流れがここで変わっていくのか。足に大きなダメージを抱えている小橋、一方ここまではお寄せムードのエース。ニュートラルコーナー、エースが振り返した、足を取られて、さあ小橋ここからだ、場外にエースを落として、さあクラッシャー、トップロープでのギロチン、エプロンサイドからのエースクラッシャーを見せましたジョニーエース。ちょっと小橋の目がうつろだ、
さあニュートラルコーナーのトップに立ったジョニー・イエス、リングの中は小橋、ラリアットンと十分しなっているエースの腕、なんとか2で返しました小橋。残り時間は10分ちょっとになっています。30分一本勝負の公式戦です。優勝を狙う両者にとってこの開幕戦での1点でのスタートはちょっと苦しい。さあ投げることはできない、あギロチン式でいった、ギロチン式のエースクラッシュ。ここまで大技得意技を出しているのはエースだ。まだ小橋は自分の持ち味発揮することができません。足へのダメージはこの小橋の得意技踏ん張ることがなかなかできません。ラリアットを打っていった。さあこの気迫、残っているスタミナ、そして投手という面でも圧倒的にエースが優位だ。小橋はあ崩れ落ちていきます。ニュートラルコーナーを背にして小橋が崩れ落ちた。初優勝を狙う小橋健太、開幕戦から非常に苦しい試合だ。あもうこのエースの打っているラリアットの数は数えきれないほどになってまいりました。目が後ろの小橋健太、ハイキックを打っていきますエース。さあニュートラルコーナーのトップに、さあ小橋の杖つけでなだれ式で打っていくことはできません。さあアイグルか、あエースよっしゃー、なだれ式で打っていったエース。20分経過、残り時間まで作った。さあカバーに入ったエース小松、優勝決定戦に駒を進めながらも優勝することはできませんでした小橋。そして去年は2つ負け越しているエース、しかし現在の2人の力関係ではほぼ互角といっても過言ではありません。さあさあ小橋の腕を絡めて巻き上げていきます。大飛球、ここまでは得意技大技はエース、ローリングの毛下げにバックに回った、バックに回った、あ投げていった、投げっぱなしで打っていった。いやーツープレックスを投げっぱなしで打っていきました小橋健太。今ここで両者が大きく離れています。残りもうすでに10分を切っています。30分一本勝負の公式戦、開幕戦のこの後楽園ホールメインイベントの公式戦は小橋健太対ジョニーエース。試合の中盤に小橋が場外に落ちたところで左の足首を痛めています。大技なしのジョニーエース、そして小橋健太が今タイガースープレックスでなんとか難を逃れようというところ。さあエプロンサイドエースが帰ってきた、小橋が手下げにロープを挟んでの攻防になります。さあトップロープを挟んで小橋がブレンバスターで投げていくか、さあエースが返していくか、エースが返していくか、いやこられた小橋、ここはここからエースがエースクラッシャーギロチンで見せていった。あーともう一回いくか、もう一回いくか、いやバックに回った、あスリーパースリーパー、トップロープを挟んだのスリーパーホールド。少しでもなんとかこのエースのスタミナを奪おうというこの小橋の懸命なスリーパーホールドになっています。ブレイクを命じられてはおりますが、1秒でも長く締めてスタミナを奪いたいところ。おーっとトップロープから強引にエースを持っていった。小橋に残されたスタミナを考えますと、馬場さんどうでしょう、こうやって少しでもエースのスタミナを、いやいやスタミナという点ではね、両者ともに心配ないで、ということは30分制限時間ですからね、まあ、2人とももう30分やれやというね、気持ちがありますからね、負けないんだという気持ちがありますから、スタミナという点では心配なんです。ですから、どこで自分がその自分の得意技を出して勝とうかなという計算だけだと思うんですね。なるほどね。足を痛めてその投げ技という面では小橋はちょっと苦しい面があります。
20分を超えたこの時点でガーッとこの小橋の太い腕がジョニーエースの首に巻きついています。サードロープを求めるジョニーエース、それを阻止する小橋健太、足も絡めています。小橋健太の左の腕、そしてジョニーエースも右手を入れまして、なんとか完全なロックを防ごうとしています。バーッとサードロープに届こうという手をもう一回振りほどきました小橋。近いようでいて遠いこのサードロープ、エースの指がかかろうかというところ、今ようやく掴みました。チャンピオンカーニバルの開幕戦、公式戦の小橋健太対ジョニーエース。この2人は5月1日の東京ドーム大会ではコンビを組みまして、ハンセン・ベイダーとのタッグマッチが控えています。しかしそんなことは2人の頭には今はありません。とにかく優勝を目指して目の前にいる敵を1人ずつ倒していこうという、その気迫のみがこの戦い2人を支えています。さあコーナーを背にして小橋がパワーボムを打とうという体勢です。抱え上げるか小橋、耐えるエース、あっとショルダースルでエースが投げるか、いや小橋も踏ん張った、力がこぼった攻防です。あーエースがなんとかクリアしました。ハイキック、もう一回ハイキック、あーエースクラッシャー、ランニングで打っていったエースクラッシャー、今日3発目、いや4発目のエースクラッシャー、お伺いしました。ペースも経過しています。残り時間5分、この2人にとっては半日短い残り5分、残り時間5分となっています。30分日本勝負で争われます公式戦です。試合時間が25分を経過しています。さあ腕を掴んだ、首ネックを掴んでいるコーラクラッチスープレックスの体勢だ。エースなんと堅いで、しかし反転、エースはまだその体勢を保っている。さあスタンディングに持っていった、スタンディングに持っていった、エースがバックに回っている、おっファーストエースクラッシャー、小橋がエースのおかずを奪う逆エースクラッシャーを見せました。ここまで小橋はいいようにエースクラッシャーを打たれまくっています。意地の一発は逆エースクラッシャー、おっ背後からドロップキック、残り時間が5分を切っています。両者ともに流れを掴んだら急がなければいけません。首根っこを掴んでいる小橋、相手の得意技を打つことによってペースを掴むか、さあまたぐらいのエースの頭を掴んだ、抱え上げてパワーボムを打った、もう一回もう一回行く、さあ小橋一発パワーボム、ジャックナイフで固めた、残り時間がありません。今すでに引き分けスタートは小橋健太にとってはあまりにも痛い、優勝を狙う小橋健太にとっては引き分けではいけません。ゲットのメンバー、ドリームエースとの開幕戦、さあクリアを取った、ラリアットをかわして、さあバックになるか、ブロックしてエースクラスの体勢だ、ロイリングの手下げにもう一発いった、バックに割った、バックに割った、ジャーマン投げっぱなし、あっとエースも立ち上がっている、小橋のラリアットは残り時間の3分です。小橋がラリアットを通りに対してエースはしっかり見ています。ことごとくそれを封じているジョニーエース、踏ん張らない小橋にとって最後の差になったのはもはやあの昭和のラリアットしかありません。しかしこれまで2回のラリアットのチャンスをジョニーエースはしっかりと見ておりました。全員に小橋健太の動きは一番よく分かっているジョニーエース、ラリングネックブレイカー、今日はネットフルカウント、小橋返した、最後の頼みのスマはもうラリアットしかありません。手下げり食い筋、エースクラッシャー、小橋の体がぐしゃりと曲がった、残り時間も2分、2分しかありません、
小橋の足がサードロープ、小橋はもう最後の右腕の一振りにかけるしかありません。去年はその剛腕ラリアットで三沢ゆきさらから初のシングルポールを奪いました。そのラリアットを出す機会、残り2分を切った時点で見出すことができるんでありましょうが、小橋健太天罰下の体勢、踏ん張るエース。バックにまた小橋、ジャーマンスープレックスホールドに固めた。2カウント、まもなく残り時間は1分を迎えようというところ。勝負時間はいずれにしましてももうすでに100秒は切っています。不思議の表情を浮かべる小橋健太、残り時間10秒がコールされています。さあ60秒を切った、60秒を切っている。ラリアットを打てるか、小橋抱えて、さあ行くのか、ギアのチングを落として小橋健太が握った、握った小橋、トップロープに上がった、ムーンサップが渡された小橋、あまりにも痛い、とてつもなく痛い、切り札ムーンサップをかわされた小橋健太、残り時間は30秒。さあクモライクレッチ、スープレッチの体勢はジョニーエース、危ない小橋、危ない小橋、トップロープ、あっと削り取れた。さあクモライクレッチだ、クモライクレッチだ、小橋は投げられてはいけない、投げられてはいけない、小橋健太抱き上げてきた。さあこの一瞬だ、ラリアットパワーに行く小橋、小橋パワーに行かなければいけない、最後の最後のチャンスを打ったラリアット。さあカバーがーっとこの場所にも4件歓喜で引き分けのゴミが打ち鳴らされました。全日本プロレスからプレゼントのお知らせです。98チャンピオンカーニバル優勝者を当ててください。正解者の中から抽選で10名様にリーグ戦全レスラーのサイン入り T シャツをプレゼント。また応募者の中から抽選で25組50名の方を 5.1 東京ドーム大会へご招待いたします。往復ハガキに予想する優勝レスラーの名前、そして住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記の上、郵便番号 106-0032 東京都港区六本木 7-3-12全日本プロレス優勝者当てクイズ、全日本プロレス中継サーティー係へお送りください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。カーニバルで早くも波乱が起こりました。3月22日三沢ミスタルが田上明にピンフォール負け、 5.1 東京ドームの川田戦に暗雲が立ち込めてきました。今度は場外です、今度は場外。さあ大事な開幕戦、もちろん優勝を狙っているでしょう田植ですが、その田植に対して木村終わった、これはうまく体を翻しました田植明、鉄柵で自らの胸のあたりでしょうか打ちつけていきましたジャイアント木村、一気に形勢逆転か。馬場さん、ちょっと今の木村の攻撃は不注意でしたが、そうですね、まあ、木村としてみればね、当たれば、まあ、決められるという気持ちもあったんでしょうけどもね、さあ170キロの自分の体重そのものでダメージを受けてしまいましたジャイアント木村です。試合時間5分を経過しております。さあ田植明形勢逆転か、去年は三沢と川田、そしてハンセンに黒星を喫しまして優勝戦には進出できませんでした。田植明、木村をロープに振ったハイキック、エンズイギロン、おっと
さあジャイアント木村、先ほどの場外でのダメージ、そしてハイキック、動きが止まるか。カウントは2つ。今年は13人の選手が公式戦にエントリーしておりますカーニバルの公式戦。4月18日日本武道館大会まで1ヶ月の戦いの幕が今日開いております。開幕戦田植えの相手はこのジャイアント木村。さあ今度は木村が場外にエスケープ。田植え明、木村の左腕チキンウイングに捉えております。そして鉄柱だ。木村の左の肘、リングの上に戻すか。エプロンに打ちつけていきます。3度目のカーニバル公式戦登録、このジャイアント木村ですが、開幕戦の相手がいきなり一昨年のチャンピオン田植え明でありました。踏みつけていく、キックの連発。さあ田植え一気に決めにかかるか。5月1日のドーム大会ではこの田植え明シックスメンタッグマッチでグラジエーターと対戦することが決定しております。その5月1日に向けまして、このチャンピオンカーニバル激しい戦いが予想されますが、怪我だけには注意したいと試合前話しておりました田植え明。対角線繰り返していった、肉弾。おっと田植え明の表情が、モンゴリアンチョップからヘッドバット、ニュートラルコーナーです。さあ木村、この後打撃技が続きます。ロープに打って、カウントは2つ。さあ木村一気に決めにかかるか。ボディープレスからそのままカバーだ。カウントは2つ。一発には注意したいと言っていた田植え、あーっと顔面苦痛で歪みます。エルボーだ。スタンディングに持ち込むか。自ら立っていきました田植え。ボディースラム。さあ青コーナーからジャイアント木村セカンドロープ、この高さから170キロ、肉弾攻撃。これは自爆だ。これはタイミングを分かっておりました田植え明。先ほどの場外での鉄柵への自爆、そして今のボディープレスの自爆と2度の自爆を喫しております木村。スタンディングに持ち込む田植え、ラリアット、もう一発、3連発。さあ田植え明ラリアット3連発から、さあ喉掴んでいるぞ、掴んでいるぞ、かわします木村。行くから DDT、 カウントは2つ。96年度このチャンピオンカーニバルを制した田植え明、喉を掴んだ、落とした。一気にいくか、一気に決めにいくか。カウント3つ入った。まだ10分を経過しておりません。おととしのチャンピオンカーニバル優勝者田植え明、開幕戦ジャイアント木村、一気に喉輪落としから3カウント奪っていきました。3月22日田植え明にミサーミサルが無念のピンフォール負けを喫しました。ミサーミサルは 5.1 東京ドーム大会で川田俊明との3冠戦を控えているだけに、このチャンピオンカーニバル何としても弾みをつけたいところです。それではミサーミサルの開幕戦をご覧ください。春の本場所のチャンピオンカーニバルの開幕戦です。
ヘッドシザーズホイップに行こうというところ、体勢崩れて帰ってくるところ、さあそのままカバーに持っていけるか、おっと耐えている、そのままエビに丸めるか、三沢のアシストを受けて、さあ丸めていった、朝子ツーで返します、ウルフです。さあこの試合を占うという面では、そろそろ朝子がコーナーに戻らなければいけません。おっと膝を蹴っていきました、ここで倒して、さあコーナーに戻りたい、秋山タッチ、15分が経過しています。おっとランニングエルボー、試合を決めにかかるか秋山、今年は何としても優勝決定戦に出たいと意気込みを語っている秋山、出だし公式戦ではないとはいえ、すっきりと白星で発進したいところであります。自らロープに飛んだ、エルボーミスった、さあ抱え上げたウルフ、さあこれから何を打っていくか、あっと後ろに投げた、水車落としの体勢を見せました。さあチャンピオンカーニバル初参戦のウルフから、去年は優勝決定戦には出られなかった第4位のウィリアムス、ショルダータックルで蹴散らされました秋山。さあ対角線振られて、さあそのままラリアット、もう一回いくか、かわした、さあ秋山バックに割ってバックドロップ、ウィリアムスの得意技を先に打っていった秋山、さあコーナートップは三沢、ああエローズット、ものすごい音が響きました後楽園ホール内。さあロープに通してラリアット巻きついた、三沢の左腕がウィリアムスの首に巻きつきました、あー先頭を見せた、こう見ると三沢の動きは軽快なようであります、しかしウィリアムスもよく戦況を見ています。さあウィリアムスがバックに回った、さあ行くか、さあ抜くか、天下の方を通るか、逆にバックに回った三沢、ロープを使います、ウィリアムス、さあここでおっとっとサイドスープレックスか、いや打ち合いになるか、あーサイドスープレックス、この辺りの力の攻防を三沢が上回りました。ロープあパワースラム、ウィリアムスが見せます。ババさん、この攻防も一進一退ですね。あのね、力はね、もうウィリアムスにかなわないと思うんですよね。三沢のやっぱりタイミングの良さですよね。さあ公式戦を睨んだのこのシックスメンタッグマッチになります。ローラリアット、スミスがいい動き、よく試合が見えています。バックに回ったスミス、切り返したミサ、エルボーかわした、バックに回った、ジャーマンスープレックスホールドに固めた、カウントは2、マットを1つ叩きましたスミスです。さあミサの胴体を掴んでスミスが投げていくんでありましょうか、ロープに飛んだスミス、ラリアット回られてフライングメイヤー、さあミサオがベースラックだ、ベースラックの体勢です。三冠チャンピオンのミサワに対しても全く臆するところがありません、ジョニー・スミスです。さあ調査大軍赤コーナーのトップにはアサコ、ボディースラムで三沢が投げた、先頭を落として、さあコーナートップからはアサコフライングボディープレス、この辺りの連携は冴えています。30分の一本勝負です。勝負タイムは間もなく20分を迎えようというところ、抱え上げて、おっと後ろにスクッと立ったアサコ、さあブレンマスターの体勢、スミスが耐えて抱え上げて、さあ切り返すかアサコ、おっとさあ腕を丸めて、さあラ・マヒストラの体勢、丸め込みましたがカウントは2、持てる力をお互い存分に出し合っています。あーっとそのまま落とされてスミスがカバー、カウントは2です。ヘビー級にはヘビー級の、そしてジュニアヘビーにはジュニアヘビーの戦い方があります。青コーナーからはウルフ、ショルダータックルで蹴らして、まあさあロープに飛ばしてヘッドスタートホイップル投げた、ヘビー級のウルフを投げた、あさこがヘビー級のウルフを投げ飛ばしています。パワースラム、テクニックにはパワーでお返しのウルフ、カウントは2です。さあ6人が入り乱れてまいりました。リングの中は外国人3人、捕まっているのはあさこ1人、
ダブルロープに飛ばした、抱えた、あ、トップロープ、トップロープに首をぶつかった、カバーに入るウルフ、カウント2、浅子が返した、あ、6人が乱れてリングの中ではウルフ、そして浅子抱え上げた、ウルフが決めにかかるか、さあ青コーナーのトップに立ったウルフ、フライングボディープレス、重量感は十分なる、あー、三沢明山同時にカット、20分が経過しています、30分の日本勝負です。さあ相変わらずリングの中はウルフ、さあ得意技ターボドロップミスト、これで決めるか、カットには入らない、追加と20分を超えたところでウルフが浅子を務めています。6人タッグマッチ、公式戦に4人が出場するというこの6人タッグマッチ、最後はウルフが浅子を務めています。過去2連覇をしましたスタンハンセン、そしてかつての師匠に挑みますゲイリー・オブライト、放送席にはジャイアント馬場さんを迎えています。馬場さん、まずオブライトなんですけれども、しばらくタッグの戦いが続きました、そしてシングル戦、この、12人と対戦していくわけですけれども、オブライトとしてはどういうふうにこれから戦っていくのがいいですか。まあ、これからと言いますかね、はい、こうしてやっぱり、まあ、技もあるし結構動きもいいんですけどもね、やっぱこの自分の体を生かしきれないですよね、はい、こんなに大きなのにいろんなことできるんですけども、なんか一つ足りないというかね、その足りないものを見つけるのももちろんこのチャンピオンカーニバルの中でできることですよね。そうですね、ですけど、まあ、今日なんかはハンセンとこうやって戦いますでしょ、はい、ハンセン今までやっぱハンセンに気遅れをしてるんですよ、ずっとね、はい、もう多分デビューしてからずっとだと思うんですが、それがね、やっぱり取り除けないんだろうと思うんですよね。かつてはコンビ結成半年で世界タッグを取ったこの2人、しかしチャンピオンカーニバルではまだオブライト、このハンセン越えを果たすことができていません。チャンピオンカーニバル、過去はスタンハンセンの2戦2勝です。96年、97年ともにオブライト敗れています。対するハンセンなんですけれども、さっきの、シリーズから気力ともに充実というのが私たち非常に感じるんですが、そんな感じするんですよね、もう年を取ったんだろうなと思って、まあ、僕言ったりもしたことがあるんですが、はい、まあ、それこれがね、長続きすればいいんですよね。しかしハンセンの中ではもちろん5月1日東京ドーム大会での目標にありました。そしてその東京ドーム大会ではWWF から参戦が決まりましたベイダーと組んで小橋エース組と戦うことになっています。48歳を迎えていますスタンハンセン、195センチ140キロ、しかし25年間磨き続けてきた左腕、黒光りしているようであります。さあトップロープにロックしました、あ、エルボーが入ります、コーナーを背負うジャンピングに、うん、ちょっと肩を痛めましたかオブライト。さあハンセンも苦しそう、あー、もがき苦しんでいます。ハンセンのこのシワの多くなった顔、その顔をめがけて、その喉元をめがけて左の膝を押し付けていきます、ゲイリー・オブライト。あー、うつ伏せになりましたスタン・ハンセン。そしてロープ、エプロンシュタインでも落ちていくような勢い、あー、外に逃げていきます、ロープエスケープしました。さあオブライトが下に降りる、ナックルパーツで殴っていく、胸のあたり一発二発。さあハンセン苦しい表情になっています。あー、転がり落ちました、リングの下に潜っていくようなスタン・ハンセン。そこへサッカーボールキック、容赦なく、あー、これは何か虎の穴にでも入っていきそうな、そういう気分なんでありましょうかスタン・ハンセン。鉄柵を支えに、さあオブライトはリングに戻りました、うん、もう一度リング下に向かいます。ハンセンを迎えに行くのか、それとも痛めつけるのか、逆にハンセン、さあ首根っこ、あー、ミドルキック、さらに逆水平、ツバが飛びます。そしておっと鉄柵にぶつけてしまった、これは危険だ。いや、ハンセンが場外でこういうファイトを見せるのはなかなかないんじゃないですか馬場さん。いや、こういうことはね、やっぱりオブライトよりも上ですよ、はい、外でやることはね、
このあたりはリングの中と外をうまくこう使っていける部分をオブライトは見習わなくちゃいけないという。そうですね、はい、さあグラウンドです。ナックルパート脇腹に入れていきます。ゲイリー・オブライト、1963年5月18日ネブラスカ州リンカーン出身のオブライト。さあ首のあたり、さあハンセンの目のところを掴もうというオブライト、しかしこのロックされた腕ほどくことができません。力ずくで自分の手前に引こうとしていますけれども、48歳スタン・ハンセンこらえます。そしてオブライトベースロックが決まっています。外れません。オブライトの力がハンセンの経験を上回ることができません。オブライトの顎が上がっています。オブライト正面を見ることができません。ハンセンが顎をオブライトのちょうど頭のてっぺんにつけるような感じ。あ、なんとかハンセンの腕を下げてきました。ハンセンの腕、そして手首のあたりをつかみます。ゲイリー・オブライト、95年からこの王道キングスロードオールジャパンプロレス、全日本プロレスに参戦してまいりました。しかしスタン・ハンセンはそれよりもっと前からこの全日本で活躍しています。レスラー生活25年を迎えているスタン・ハンセン、あ、ハイキック、そしてフェル、ハンセンの顔をぐちゃっというような感じでマットにつけていきました。91年に復活しましたこのチャンピオンカーニバル、93年からは総当たりと形式となってこれが6回目です。過去ハンセンは92年93年とこのチャンピオンカーニバルを連覇しています。3度目の優勝を狙うことができるかスタン・ハンセン、そしてもちろん初優勝を狙うのはゲイリー・オブライトも同じことです。このチャンピオンカーニバル参加13選手による総当たりのリーグ戦です。あらゆる勝ちに2点、あらゆる負け、そして両者リングアウトは無得点、時間切れ引き分けには1点が与えられ、得点の上位2名が4月18日土曜日日本武道館で優勝戦に挑みます。そのチャンピオンカーニバルの開幕戦、東京後楽園ホール、すでに試合時間は5分を過ぎています。グラウンドの攻防になっています。ハンセンの喉元にオブライトの右腕がきちんとフックしています。ハンセン動くことができません。目をつぶってそのまま寝てしまいそうな、そういうような顔の表情を見せていますスタン・ハンセン。抑えます。カウント、その前にロープに足が乗っかっていました。ハンセンの右足、無意識のうちにこの25年の経験がサードロープへと足を運ばせます。その足を外す、カバーは2カウントで返します。スタン・ハンセン、おっとギロチン、ギロチンドロップ。さあここからもう一度カバーに入る。さて馬場さん、オブライトの足りないものという話がありましたけれども、プロレスの組み立て、試合の組み立てという点、いやそれもそうですけども、今はもうハンセンが相手ですから、はい、ハンセンをいかに投げるかということがね、はい、ハンセンを3つ4つあのいつもの投げを技を出したらね、はい、僕は勝負がつくと思うんですよね。今日はそのスープレックス、得意のスープレックスがまだ出ていません。ですからハンセンの場合にはラリアットはあのこんな大きい人であってすぐ出ますからね、はいはい、そのハンセンの黄金の左腕を封じ込めなくてはいけない。さあサイドのスープレックス、カバーに入った、カウントはカウント2。さあ初めてこのザ・マスター・オブ・スープレックスゲイリー・オブライト、そのスープレックス、まず一部分を私たちに見せてくれました。ハンセンの後頭部、短い髪の毛をつかみます。ショートタイツをつかんだハンセンが起き上がります。さあここから、うん、持ち上がりません。腰を痛めますゲイリー・オブライト。昨年はハワイでトップを結成し、そして勢いで世界タッグ7月25日に取りました。しかしその世界タッグ一度防衛したんですが、10月4日名古屋でゲットとの直接対決でそのベルトを小橋エース組に譲ってしまいました。さあ走行している間に両者リング下に転落。さあオブライトハンマーを落とす、ハンセンの腕を取って鉄柵へ、ガツンとハンセンの胸のあたり、下、胃のあたりが当たった。さあ鉄柵に背骨が命中、
オブライトの背骨が赤い鉄の柱に当たりました。さあここで場外でジャーマンスープレックス見せるわけはありません。おっと足を乗って浴びせていった。両者ともなかなか起き上がることができません。両者同時に立ち上がります。さあ戦っていてもハンセンフットボール仕組みのタックルを見せます。オブライトは仰向け大きく息を吸っています。ハンセンはリングの中に戻っています。さあオブライトが再びマットをさらに立ち上がりました。ハンセンが待っている。さあ腕がかわした。後ろを取るか腕を取った。腕を取った。脇を固めるか。脇を固める。ロープブレイクです。ロープに逃れましたスタン・ハンセン。さあこれオブライト自分の左腕待ってました。左腕さあカバーに入る。オブライトロープが近いがカウント3カウント3。鋼のように硬く、そして丸太のように太いスタン・ハンセンの左腕炸裂。やはりオブライトハンセンを超えることができません。ハンセン見事な勝利。東京ドームに向けて、そして前人未到チャンピオンカーニバル3回目の優勝に向けてハンセン、スタン・ハンセン見事なスタートを切っております。全日本プロレスからプレゼントのお知らせです。98チャンピオンカーニバル優勝者を当ててください。正解者の中から抽選で10名様にリーグ戦全レスラーのサイン入り T シャツをプレゼント。また応募者の中から抽選で25組50名の方を 5.1 東京ドーム大会へご招待いたします。往復ハガキに予想する優勝レスラーの名前、そして住所、氏名、年齢、職業、お電話番号を明記の上、郵便番号 106-0032 東京都港区六本木 7-3-12 全日本プロレス優勝者当てクイズ全日本プロレス中継30係へお送りください。明日の決心までが有効です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。